たかったこの狭い部屋は孤独と二人息が詰まる文句を言いながら片付けてくれた君は出かけたまま君にもらったタンブラー自由の女神のイラストも部屋の隅で寂しそうな顔をしてる君はまたねって言ったよね嘘はやめてと口うるさく言ってたでしょそんな君が嘘をつくの僕を一人置いてくなんて間違ってるよかくれんぼなんかしてないでもういいよって早く言ってもういいかいその言葉が宙に舞うかくれんぼなんかしてないでまだだよってじらさないでもういいかいもういいかいグッバイいいねの夢何度も僕は見るたびにまたかよって言葉をこぼして一人泣きまた夢の中に部屋に隠れた面影たちは簡単に見つけられるのに君はさ隠れるのが上手でね僕は目つむって膝抱えてまだ10秒数え終わっていないのにのぞき見して潰したから君はどこかいなくなってしまったのかなじゃんけんで負けて僕が鬼そんな上手に隠れないで出てきてよもういいだろう日が沈む隠れんぼなんかしてないでこの声に答えてよもういいかいもういいよ聞かせてどこにいるの焦らさないでもういいかいもういいかいグッバイゆるチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆるです。なりです。おはようございます。おはようございます。おはよう。実は今日、5時、6時ぐらいまで起きてて、はい、10時半に来た、10時50分ぐらいですか、うん、来たの。はい、俺、インターホンで起きてさ、うん、何ですか、ドラッグやばいよ、みたいな。そっちのやってることがやべえからとか思いながらね。そう、実はこれでまた文句があるんですけど、言っていいですか、今日は文句をいっぱい。何ですか。実は、
昨日の夜もさ、はい、かくれんぼ撮影したわけ、はい、なりくんが前から言ってたのにね、うん、やっぱりちょっとこれじゃあとか言ってちょっと言い方ちょっと誇張してるわ。ねえ、ちょっとできるかわかんないですね明日もう一回いいですか。俺のスケジュール知ってるわけ、うん、はい、そうだね。無理じゃん今日は、うん、今日はまあ副業が多いって感じでしょ。いやマジか今日としてのユーリはこういう風に今回歌ってしまいましたから、まあ自分の曲はねやっぱライブではもっとすっげく歌うんで、皆さん楽しみにしていてください。うわーうわあ、やばいやばいやばい。はい、ということで今回はユーリのかくれんぼを歌いましたはい、よかった。まあね、今回、はい、それはまあ自分の曲だからっていうのもあるけど、はい、まあ、ハモリをさちゃんと頭に入ってんじゃん、うん、自分で作ってるからねだからなんかこうハモリをやったんだけど、うん、すごく楽しかったね、本当に、うん、楽しかった。楽しすぎてちょっとテンパってなんかおかしくなっちゃったけど。間違えた？なんでちょっともう一回撮り直し、ちょっとごめんなさい絶対無理ですこのかくれんぼがさ、はい、もう一番最初に出した曲なんだけど、この曲がいろいろ始まってるから。そうだね、なんかね、その曲をこうチャンネル新しいメンバーとこう歌ってるっていうのがなんかね、すごくなんか不思議な気持ちだった。確かに、うん、ここまでね、結構前の曲を一緒に歌えると思ってなかったので、すごく嬉しいですよ。光栄です思ってねえだろいやいや、めっちゃ光栄でもあれですよね、昨日失敗してるし、そんなに聴いてなかったってこといや、聴いてるそうだよね、うん、しかも、なりくんの歌う前のやりとりちょっと再現していいですか、うん、ちょっとごめんなんですけど2番じゃなくて1番でもいいですか確実に2番歌えないから。いや違う聞いてないのよ。違う、1番が歌いたかった。いやいやいや嘘だね、大好き1番。まあそこ譲ってくれたのかな。そうだね、えそう譲ったやばいやばい、棒読み棒読みすぎ。ツアーが始まるんで、はい、6月の5日からツアーが始まるから、もうみんな本当にね、もう僕本気で皆さんに音をぶつけに行くので、ぜひ皆さん楽しみにしてもらえるととってもとっても嬉しいです。楽しみに、楽しみだね、めっちゃ楽しみ。見に来るの一応チャンネルメンバーに入ってるつもりなんですまだ正規メンバーじゃないからまだね、カリカリラリーラリーかっこカリだから嘘嘘、絶対遊びに来て行きます。どうするハモってきたらそういうタイプライブとかちょっと静かめにって言おうその時はもうまあね、はい、そんな感じで、まあライブも頑張っていきますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということで皆さん、チャンネル登録とグッドはお忘れなく。それでは皆さん、また明日。チャンネル登録お願いします。